はい、皆さんこんばんは。こんばんは。さあ、本日は IWC Day4 セミファイナルの、ね、模様をお送りしております。さあ、早速見ていきたいと思います。 ITZ vs HR が1勝返したところからというところで BO5、 さあ、リーチをかけている ITZ バーンドピックの方を見ていきましょう。4戦目ですね。それぞれなんというか景色、構成の質が違うのをこれまで3試合行ってますからね。それぞれバンピックのところは読みづらいかもしれないですね。ただ ITZ としては徹底してブラッドレは潰しますね。はい、潰しますね。そしてレクサイ、グラガス、リーシン、ジャンナ、ヘカリム、バン続いてます。シバをロックしてモルガナ、ジャーバンというところまで来ました。ジャーバン来ましたね。来ましたね。これ一度ミッドレーンとしてピックされたこともありますし、もちろん FM がジャングラーとして、そして ITZ のジャングラーの方もジャーバンピックしたこともあります。ただそこまで勝率は良くなかったと思いますね。3回ピックされて1回勝ったのみだったと思いますので、はいはいはい、ここ1つどういった使い方をするのか気になりますね。ミッドもありえますし、トップもあり、もちろんジャングラーとしてピックされるかもしれない。この後のバンピック注目ですね。いや、レンガ見たいですね。 ITZ のこのジャングラーのレンガは見たいですね。見たいですね。キャリージャングラーですからね。はい、それだったらセジュアにもちょっと見てみたいんですがねどんな動きをするのか。はい、立て続けにその ITZ のジャングラーの方は序盤強いジャングラーをずっとピックしてますからね。そうではないジャングラー来ました。お、来ますか。セジュアにスレッシュロック、ついに初じゃないですか。初です。初だったと思います。これは注目ですね。ジャーバンならいけるという判断ですかね。だと思いますね。ジャーバンが入ってきたところの後方に対してセジュアニがウルトを打つことによって隔離することをゾーニングすることができますからね。さあ、そして見せているのはランブルとジンクスを見せてます。先ほど HR ジンクスがかなりフリーに打ててましたから、もう一度ジンクスといういいイメージで入るというピックになるでしょうか。そういう形になってますね。モルガナのブラックシールドがありますから、セジャンに乗るともある程度は防ぐこともできます。ただしシビルがいるということを考えると、バックラインに飛び込むチャンピオンがここにチャンピオン立て続けにピックされると HR としては苦労するかもしれないですね。ただシビルだとブリンクがないですから、これランブルのウルトなんていうのは非常に強力になってくると思うんですけど、はい、そうですね。ジャーバンのイニシエイトからのランブルのウルトといったところはシビルはかなり気をつけなければなりませんよね。そういったところで、どうでしょう。ですから、だからこそスレッシュのランタンを使ってディスエンゲージということも考えているかもしれないですね。やはりここで、さあ、そしてアーリとシバーナバックラインに入っていくチャンピオンですね。はい、セジアニに合わせるという形だと思いますね。はい、さあ、ロックしそうですね。さあ、ロック、さあ、ラストピックどのようになるのか。ミッドを取るのか、ジェングラーを取るのか。ミッドになりそうですか。なりそうですね。ああ、もう一度ゼドいきますか。一応確かにマジックダメージ分散されてますから、ゼドだとしても、ダメージのバランスは取れています。そしてなおかつ一対一のスプリットプッシュというところが可能になります。おっと、ここでコグマを見たいですねできます。ああ、イズリアルにしましたか。イズリアルですか。もう一度イズリアル得意なんですかね、この HR のミッドレーナーが、ということだと思いますが、確認するとですね、 HR イズリアルやった時確か勝ててないと思いますよ。一度も勝ててないです。ここまで、2回、これでこの試合で3試合目だと思いますが、1勝もできてないですね、はい、HR は。オリアンナを取るかとも思いましたが、取りませんでしたね。取れませんでしたね。あとはカシオペアというのも一つ考えられたと思うんですが、さあ、まあ構成出揃いましたけど、キーになるところ、そうですね、やはりジンクス、イズリアル、この2人を HR は守りきれるかどうかがキーになりそうですね。一方の ITZ はその2人を、潰しきれるかどうか、まあ、攻める側と守る側ということで、しっかりと対照的に構成は分かれてますね。
さあちょっと、芝なのかシビルなのかということもあるんですけど、芝穴がいるということでね、ああ、なるほど。芝と芝穴がかぶってしまうこともあるので、シビルと、じゃあ僕もそうさせていただきます。呼ばせていただきましょうか。ちょっとね、どちらでもいいとは思うんですけどね、まだ。ダブることがよくありますからね。はい、そうですね、確かに。まあ、このあたり難しいところですけどもね。正式に日本サーバーが稼働すれば、はっそうきでりすね。と分読かみる。方さえ出てくれば、まあ多少なりとも、大丈夫かなと思うんですけどね。さあ、ただ ITZ 気持ちを切り替えられるかどうかの一戦、重要な一戦ですね。見ていきましょう。さあ、IWCI Day 4、セミファイナル第4試合目、ITZVSHR のゲーム、見ていきましょう。ここで HR としては早々にスワップする姿勢を見せていますね。ITZ としてはボットレーン3人固まっています。狙っていますか？狙ってますかね。入っていきますね。サバリケード壊して、奥目に置きましたか。相手のグロンプスタート、ブルースタートを確認する動きですね。それに対してトップサイド側の視界を潰す動きも見せてます。ここ、視界の有利といったところでは HR が取りましたね。これで、奥目に置いた、ボスサイドに奥目に置いたワードに相手のジャングラーや AD キャリーが映らなければ、トップサイドから始まると、映ればボットサイドからといったところ確認できますね。唯一ボットレーンの怖いところだけはピン鳴らしてますね。ITZ。しっかりと鳴らしてますね。ジャングル内のところワード浮いてますが、レーンから入っていくことが可能ですからね。そこの視界をしっかりと気をつけて警戒しながら進めていますね。さあ、そしてスワップしましたが、合わせていくという動きですか。そういう形ですね。この 2V2 のマッチアップってどちらが有利なんですか。サポートのマッチアップでいうとモルガナの方が有利になってますが、スレッシュがイグナイトを持っていること、そしてプッシュの環境を作りやすい、シビルというところを見ると、 ITZ の方がこのボットレーンのマッチアップ有利に進められると思いますね。ただ、プッシュで勝っているのはジンクスか、はやはりモルガナレベル1、沼取ってま沼ですす。ね。はい、この沼を生かして経験値的に有利取って、先にレベル2先行して、そしてジンクスはプッシュするレーンを作り維持できれば非常に強いですからね。 W のポークといったところも圧力も作れますから。さあ、レベル2先行しましたね。で、このまま押し込むレーニングを続けられるのであれば HR が有利を取れると思います。それを返されると辛いですね。さあ、ただシビルの性能上返すことは簡単ですかね。はい、簡単ですね。レベル3のところではほぼ確実に返すことができると思いますね。さあ、そしてミッドレーンです。おっと、シビル、うまく避けて、スネアは避けている。さあ、シビル前に出て、フックが怖い。当たりましあた。当たった。いや、ただ下がってましたね。下がってましたね。キャノンミニオンのシャワー、ミニオンシャワーは非常に痛いですから。ただ アグレッシブですね、このブラジル代表のボットレーンは。レベル3からいくかなと思ったんですが、レベル2の段階で攻めましたね。これかなりヘルスの有利、ポーションがもうジンクスないですからね。そしてサステインの面でもスレッシュはレリックがあるといったところで回復の手段ありますからね。一方のモルガナはステルシーフですから回復の手段がない。そこを生かしてどん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 有利取ってますね。こうなると、なんていうんですかね、ヘルス交換をするとレリックってものすごく強いイメージ強いですがありまね。すけれどはい、も。気をつけなければならないのは、こういったダメージ交換するときに、レリックをすぐさま使うのではなくて、 AD キャリーがヘルスが減っている状況でしっかりと使うことで、そのレリックの回復するという特徴をうまく活かせますから、それはレーニングのところで意識しなければならないでしょうね。これしかもミニオンコントわロール、ざと受けましたから、コントロールしてますか？引くつもりですね。するということでしょうかね。さあ、そしてスジャーにミッドレーンに来ていますが、アーリーも寄ってますよ。チャームはうまく避けている。スレッシュも来てますさあ、スよ。レッシュが来ている。
スレッシュ、フック、フラッシュもあるぞ。フック、うん。そこはチャンピオン1体分届きませんでしたね。今のところ、イズリアルはしっかりと無理をせずに対応しましたね。あそこで無理をするのが HR のミッドレーンのちょっと特徴ではあったんですが、そしてさあスレッシュフレイから、ただここブラックシールドですね、使わせた感じがしますね。そしてジャーバンが入ってますよ、トップレーン、ヘルス差はありますね。ありますね。スマイトは上がってないですが逃げるしかない。さあありがとうございますという形でグロンプゲット。ただ囲まれてますよ。さあ位置を確認するように非常に見てますね。そしてジャーバン、うまいこと逃げ切れるか。 EQ フラッシュインチャーム、フラッシュアウト。これで今の動きで、ジャーバン助かりましたし、なおかつイズリアルにとっても大きいと思いますね。対面のアーリのフラッシュがないということはレーニングのところでかなり大きな助けになると思います。今のジャーバンの動き素晴らしかったですね。しっかりと逃げましたし、ここでさらに耐えず、あー行きます、非常に見つけている。あー、ここも大きいレースを、そしてフラッシュの有利も作りましたか。今のところしかもモルガナがカバーしてるんですよね。いやー、ロシアのチームはなんというかアグレッシブなんだか、しっかりとリスクマネジメントができるんだか。おー、息を受けたか。ここですね、アワーズブロ取っていくな。ジャーバン避けたのに、いやー、立て続けに CC のスキルが飛んできましたからね。フラッシュがないことをしっかりと確認していました。そこを狙いましたね。おっと捕まった。プレイは打てた。後ろにテレポート来ましたよ。プレイと届くか。いや、ヒールがある。さあここにランブル、イコライザーはランタン回収だが、ここに回る。一度モルガナテレポートで回収、エグゾーストシビルに打ってますが、さあランブル火炎放射でダメージ。さあここにトゥルショットバラージ、非常にライフの有利を取っているのは HR。 追撃するフラッシュインから、さあこれ火炎放射が打てていない。ガブルを使ったためにゲージがサイレンスになってしまった。もったいない。今のところも ITZ の反応も見事だったと思いますが、そこを潰すための HR の動きも見事でしたね。なんていうか、1戦目2戦目と同じチームとは思えないですね。 HR 一気に立て直しに成功してますね。成功してますね。なんていうか1戦目2戦目のようなちょっと無理をした動きを続けるのかと思いきや、この試合のようにしっかりと、リスクを抑えながらの動きをできているというところ、何なんでしょうね、この HR の二面性は。かなり ITZ 苦労してますね。セジャニが抑え込まれてますからね。やはり序盤に強いジャングラーを取るというのは ITZ にとってはキーなのかもしれません。そういうことかもしれないですね。さあここでレーンを戻します。さあまだ正常にはレベル5ですね。ボットレーンだいぶを狙ってますか。ただちゃんとワード置いてるんですよね、トリンケットワード。おっと、たださあランブルを狙いに行く。フック、イコライザーも打った後ミニオン、ただ処理ができていない。プレイから、さあこれランブルを狙いに行くような動きだが、ダブルでけっちりシールドを張っている。セジュアニが今度タワーターゲットになったが、ここも逃げることに成功。あと一発というところ、シビルがきっちり取る。アーリはちょっとノーアシストというのが少し悲しい。さすねはきっちりスペルシールドで防ぐと。その間シバナがしっかりトップのところファームできてますからね。かなり、ここでランブルとシバナの差ができそうですね。今のところワードを置いてしっかりと確認していただけにちょっともったいなかったですね。ウルドもミニオンの処理のために使ってしまいましたからね。さあこれで ITZ も一つ戻しましたね。そしてアーリの装備がムーブメントスピードがないですね。ドランズリングは1個のまんまどうやら進めるようですね。かなり辛いレーニングになっていたと思うんですが、ファームのところで差もつけられてますが、エコーを優先しますね。そしてジャーバンが狙ってますよ。さあもう一度、ただウルトがありますから、はい、ただこのアーリというチャンピオン、あまりスキルないチャンピオンではあるんですが、ウルトの有無によって圧力といったものが随分と違います。ですから、HR としては絶えずアーリにプレッシャーをかけてウルトを使わせておくというのが一つアーリへの対策となると思いますね。あー、なるほど。あの、
決まらなくてもいいから使わせる、はい、ということが重要であると。そうですね、そうするとアーリーの圧力といったものがかなり下がりますからね。セジャーにも来ましたが、待ってましたね、待ってましたね。そして今のレッドバフは HR のレッドバフですかね。芝野はスティールしたようですね。スティールしてますかね、これは。はい、先ほどボットレーンで、ランブルのキルが起きていた瞬間、赤バフはまだトップサイドありましたから。さあ、シン1体ほとんど差がない状況か。どこで差をつけていきますか。おっと、おっと、さあ、CC チーンがつながりますが、ランタン。ちょっと反応が遅れると、もうこれだけのライフが一気に減ってしまいますね。ここで、ヒールがないこと、スレッシュのフラッシュがないことを生かして圧力かけてますね。そして、ジンクスの Q のレンジがかなり長くなっている、ということも生かしてダメージ交換勝ってますね。ここでドラゴン開始。これは勝っているでしょう。リバウンドはピンクがありましたから、それの動きでバレてそうですね。バレてそうですね。ただ私そうですか、ランブルはそれへの対策来ないということで、トップに戻りましたね。ここを ITZ としてはどうですかね。装備が整いつつある、レベルもしっかりと上がっていて、ウルトも確保できていることから、演劇するタイミングではあったと思うんですが、まだその時ではないといった形。そういうことみたいですね。まあ、セジャニがリコールしてたというのもちょっと大きいですかね。はい、そうですね。そして、周りのエコーが完成してから、おっと、ここもかなり圧力かけてますね。裏に入ってミニオン処理してますか。そういう形ですね。セジャニが迷ったところ、EQ打った後を見てから、セジャニが入るノックアップからフラッシュアウトを選択。まだウルトがありますが、相手でプレーの芝野は無理はしない。ただヘルス差は作りましたね。おっと、チャーム、いや、ここはクレンズを切りました。 ITZ かなりその特にジャングラーの方は序盤非常に辛かったと思うんですが、徐々に返してますね。その要因だったのが早めにレーンについて、スワップを返したことで有利を取り返した感がありますね。先ほどのボットのランブレーのダイブがかなり正常にとって大きかったように見受けられます。ボット仕掛けましたよ。ああ、ボット仕掛けましたね。さあ、テレポートが来てる。シビルダメージ出しますが、ここに芝の、いや、ただジンクスアウト、いかない。ヒーローを切りました。そして芝の無理やり前に出る。今のはスレッシュを助けるためでしょうね。ちょっと致し方がない。ただアーリが来ているますね。その圧力を生かしてタワー CG は成功。そしてトップのファスターも折ってますね。さあ、これでオブジェクトタワーが2個壊すことには成功しましたね。しましたね。ランタンで待ってくれてはいたんですが、今のも狙おうものなのという感じですが、おっと、ミッドレーン、イグナイトが入っている。クレンザーもない。あと1回ウルトはもう切れている。アリ、さあ、フラッシングダブルから安全に倒しに行きましたが、倒しに行きましたね。おっと、ここ狙われてますよ。さあ、ウルトで、いや、届かない、届かないですね。いやー、序盤のところフラッシュを使ってしまって、眼光を一度受けて辛い、レーニングになると思ったんですが、徐々に ITZ 個人技を生かして、そして集団戦の、集団戦ではないですね、レーニングのところの判断を生かして返してますね。はい、何のリプレイ、これは何のリプレイですかね。ちょっと分かりませんね。はい、はい、でここで ITZ 有利作れてますからね。この段階2300ゴールドほどの差ができていて、アーリのエコーが完成、シバナが死んだ把握ができている、そしてシビルもインフィニティエッジができているといったところで、かなり圧力をかけてますね。そしてこれ狙いとしてはやはり敵のジャングラーの CS を削りつつもマップのコントロールを取って、おっとフック。さあ、ここにノックアップ、シバナ入っていく、ローザン入っていく、イコライザーも綺麗に当たっている。打ち上げが入って、ここにウルト、メガネスロケットがかす
攻めて当たっていない。ただモルガナのウルトがいい形に2人をスタンした。アーリが来ましたよ。ランブルがダメージ出せるが、アーリが来ている。ここにただ寄るのが早いのは HR。 イズリアルがダメージを出し切った。今のところしっかりとジンクスがベースに帰ってるタイミングだったといったところで5対4の状況。そしてランブルのウルトが完璧に入り、なおかつジャーバンの打ち上げも入ったことでパーフェクトでしたね。ただオーバーステイしてしまいました。オーバーステイですかね。僕がロシアの大会を見たときはこういったオーバーステイが非常に多かったんですよね、 HR。 しかしこの大会ではここまでなかなか見せなかった。ただしここで見せてしまう不思議なチームですね。あ、先ほどのリプレイ TP 止めたあ、なるほどかもしれませんね。芝穴がもうちょっと前からだったら分かったかもしれないですね、はい、TP を詠唱して止めたシーンかもしれないですか、はい、マッドライフのようなフックを狙いましたが、あ、 HR のミッドレーナーもそれを読んでいましたね。さてでも芝穴の死んだハークにさらにワンモグが完成しましたよ。この芝穴をどう止めますか HR。仮面上位が早急にいります。いりますよね。ただしこれ勝ったとしてもわお、怖いですね。いいダメージできてますね。ただアーリも厄介な存在にはなってるんですよね。そうですね、エコー完成しましたから、これ一気にウェーブクリア早くなりますから。そしてこのサステインですよ。先ほど5割飛んでたんですが、フック、いや、行きます。ここボッ、どうでしょう、ドラゴンの視界の奪い合いですか。そうですね。そしてサイドレーンにタワーがない、 HR のタワーがないということを生かしてマップの全体的なマップのプレッシャーをかけながらのドラゴンへの圧力ですね。ただこれ芝穴がテレポート何もかからずもう行く気満々ですね。満々ですね。しかも今ウェーブクリアのためにウルトを使いましたか。はい、プッシュするためにウルト切りましたね。渡してもいいという判断なんでしょうね。もしくは芝穴がボットレーンに来るまでの時間を稼げる、テレポートが上がるまでの時間を稼げるということだと思いますね。さあトップインナー折れますよ。2スタック目のドラゴンで折れますが、そして折れました折れました。サードタワーまで行っています。時間を稼ごうというシーン、非常にウルトを切った。ここにアリが入ってくる。即座にエグゾースト、芝のテレポート来ましたよ。芝のテレポートが来ている。イコライザーを決めてはいますが当たっているでしょうか。シビルにうまく当たっていない。さあイズリエル前に出たところは芝穴がきっちり援護。気づけば3キル0デッド。 ITZ のそのコントロールですか、相手の考えをコントロールしたような動き、素晴らしいですね。 HR としてはちょっとなすすべがない。最善の選択が下がることだったのかもしれないですが、それは相手にドラゴンとトップのセカンドタワーをむざむざ渡すことになりますから、なかなか難しいですよね。このワンプレーでタワー3本ですか。タワー3本と3キルに対してドラゴンを渡したのみ。素晴らしい交換ですね。いや、ここまで予測してたんでしょうか。そうだと思いますね。相手にやらせて、そしてやらせたタイミングだと思う。芝穴のテレポートが上がるタイミングということをちゃんと計算できていたんでしょうね。そしてドラゴンをやる、殴っているタイミングというのはなかなか固まりがちですからね。芝穴セジュアニのウルトも決まりやすいと、相手を誘い込んでましたね。さあウルトタワーを返していくのは HR。 ただイズリアルが徐々に育ちつつありますか。そうですね、そろそろあと2,3最低でも 2,3 分経てば、あ、マナムネが村マナになると思いますね。おっとピックアップ狙ってますね。芝田がトップ、テレポートがない。一気に行きますか。届かないですね。しっ
かりと警戒してますね。さあここでタワーを降りに行こうという動きをしているのは NGR ですが、無理はできないというかウェーブクリアが早すぎますね。周りのウェーブクリアにさらにルーデンズエコーが加わり、シビルの Q と W がありますからね。この時間帯でソンメイルです。ソンメールです。 2AD キャリーにソンメールです。これはシバナを止めるのはランブルがダメージをしっかりと出さなければならないんですが、そうなるとランブルがウルトの位置をシビルに打てないんですよね。しかもライフスティールを今アイテム詰めていないですよね。 HR は詰めていないですね。これは殴ったら方がダメージを本当に受けてしまうと、つまり殴れない。殴るとしたら3人4人でフォーカスを合わせないとダメですが、そうなるとシビルとアーリーセジュアニがフリーになります。いやもうフリーダムにサードタワーを削っていくのはこのシバナ。うわーナイスフック。ただこれ返しもうまいぞ。いやただヘルスがなかなか削れてないですね。イズリアルのヘルス半分近くまで削れて、後ろにシーバーナが来てますから、おっとエンゲージしました。エンゲージウルトを切ってメガネスロケットからのトゥルショットバランス避けたところ当たっていた。さあこれで一気のウチェックから一気に HR 波に乗っている。シーバーナは逃げるのみ、アーリもウルトを切って逃げていきますが、さあダブルが当たればというシーンですが当たりはしませんね。2キルゲットして、おーリス個人技で1キル取ってフラッシュアウト。はあ、イズリアル、これは島田がカバーします。怖いという判断ですか今のお返しか。さあ2-1交換、これ相手が帰ったことを確認してからボットプッシュするんでしょうね。抜け目ないですね ITZ。 そして今のところイズリアルも素晴らしいプレーを見せたんですよね。相手が味方がジャーバンがエンゲージシビルに対してエンゲージしました。そこにランブルウルトを重ねました。絶対にランタンを使ってスレッシュの位置に寄るだろうという判断をしてそこにウルトを打ちました。完璧に決まったエンゲージだったと思いますが、 ITZ 個人のメカニクスで返しますね。彼らはそのダメージ計算というものの正確性が素晴らしく高いですね、はい。どこまで見えているんでしょうか。さあランブル対シバーナ、 MR は積んでいない、ダメージはそれなりには通りますね。仮面上位完成してますか。完成してますね。ここに来てようやく重要なアイテムができましたね。ここから MR は積むんですよね。そうですね。そして応面、いや先に応面に行きますか、それともあ忍者旅ですかね、はい、多分旅だと思います。そしてアーリはキャップス、グロンプは芝生が取りましたね。いやこれまだまだジンクスとイズリアルがセプターを購入というのは遠そうなんですよね。遠そうですね。ラストイスパーをイズリアルは優先してます。なおかつまだ村真になってないですね。それに対してのシビルはインフィニティエッジとし、スタティックシブですね。スタティックシブですか。そしてルーデンズエコーとデスキャップができてます。さらにグローリーありますからね、スイッシュが。おっとナイスフック、チャームはブラックシールド、トゥルショットバラージ、ここで使わせた感じがしますね今の。これで、HR としてはドラゴンをスティールする手段がなくなりました。さあミッドレーンへ出るのはアーリ、ボットレーンはシバーナ。いやこの2チャンピオンがミッドボットを押している以上入れませんか。入れませんね。そしてピックアップしようにもシバーナは硬すぎる、アーリはウルトによるディスエンゲージがありますからどうしようもない。そのままマップのコントロール取られてますね。もしかしてバロンいきますか。ワードがあるですね。バロン行きますね。ちゃんとセジュアニが赤トリンケット使ってワードを解除しました。これワード奥に置いてます。そのまま始めてますか。始めてます。そして気づいてますね。さあ確認したがやめます。これはボットのスプリットプッシュを生かすためですね、この動き。さあそして悠々とタワーに
タワーに圧力をかけに行くのはしまうな。さあそしてやはりチャーム狙いましたが、ここはうまく当たりませんでした。ここ面白いと思いますよ。イズリアルのライフが削れていくと思います。一応なんとかなりましたね。ラストイスパーを優先したことが一つ功を奏した形ですが、村マナは完成したんですけど、フーツ買ってないんですよね。そうなんですよね。足が遅くなっているといったところも次の集団戦のところ気がかりですね。一応ブリンクがあるとはいえ、クールダウンも、まあ、ルーンとマスターリブンしか詰めてないでしょうし、そう頻繁に、E が打てない、芝の MS が非常に速いですし、これで2グツ忍者旅が完成しました。あ、 MR 積む気ないですね。カトラスも完成しましたね。積む気ないですね。これはもうランブルは無視ですね。無視ですね。まあ確かにランブルが芝田に対して何か知らしようとした瞬間に R とシビルがフリーになりますから、狙ってくれた方が万々歳という考えももしかしたらあるかもしれないですね。バロン周り徹底的に視界を取って、そしてボットレーンには芝田のオフと、そして芝田はセカンドタワーに圧力かけてます。これは先ほどかなりヘルスがタワーのヘルスが少なかったですから、ほぼ確実に折れるでしょう。問題は3本目ですよね。はい、3本目ですね。対応するのはランブルになると思いますが、ただそうなるとトップレーンをどう対応するのかですよね。さあ追い詰められている HR、 ロングルにある IGZ 仕掛けた、ジンクスフラッシュアウトを選択、ジャーバン前に出たがボックス、さあイコライザーはうまくフラッシュでおけて、セジアリのウルトが入った。そして芝田が後ろに TP で飛んできた、アリのチャーム、ダブルキル持ってるのはアリ、トリプルキル、さあフックはうまくランブル避けましたが、4キルゲットしたのは IGZ、 まだ行くのか。いや、ここは無理はしない。サードタワーに行ってますね、シビルが。バロンですね。バロンですね。あ、これは、シバナがいることから考えるとシビルなしでもできるという判断ですね。いやー、今のしっかりとジンクス、アリの圧力ここでかわしたんですが、いいウルトも入りました。ただここからのセジュアニオルトがイズリアに入ってしまってるんですよね。そしてシバナもしっかりとジンクスに対して圧力をかけることができている。しょうもなかったですね。スティールはできそうにないですね。はい、強い。はい、サプラシン。スマイト打ってランナー救出。トゥルショットバラッジ惜しい。ヒールを使って届かない。スレアが届かない。あと一歩が届かない HR。メガネスロケットはそっちじゃない。ヒットはその後ろにいるスレッシュ。あとちょっと AD が足りませんでしたね。今のところ AD キャリーもしくはサポートのバロンバフを落としていれば結構大きかったと思いますね。まだ残っていることによって IDZ としてはバロンバフを生かしながら1対1のスプリットプッシュでマップ全体に圧力をかけることができてしまいます。もしあの2人のバロンバフが落ちていれば1対1をしたとしても必ず耐えられたでしょうからね。どうしても落としておきたかった。はい、どうしても落としておきたかったと思います。CG が得意、プッシュの速いシビル、ここ怖いですよ。いや、これでバロンバフで気づきました。気づきましたね、はい、バロンバフの距離を忘れてましたかね、はい、ITZ は。ただやはり全てのレーンを押し上げようとしてますね。ここあ、狙い通りなんですけどね。ちょっとでしたね。ここでミッドは押し上げてないですか。無理はしないんですね。トップとボットにしてますね。ミッドはその事前にスレッシュがバロンバフを与えていたと思いますね。この感じですからね。さあ4、4、1で
ITZ、 ボットサイドはランブルが守り、トップサイドは4人で守るという配置ですが、パワーが徐々に崩れていっていますね。ジンクスが、あ、ジンクスじゃないですね、アーリがミッドを押し上げています。マップ全体おっと、それを見た CC チェインかなり決まってるか、フックもかなりいい形にはなっている。まずはスレッシュからジンクスパッシブ発動して、さあボックスの中を走り回るが、セージアリのウルトかすった、アーリが来ますが、 E が当たればというし、そしてシビルのダメージ。さあそしてイコライザーは届いていない人、アーリはイズリエルが倒しきるが、ボットレーン、これ 5v4 なんです、 5v4 なんです。ボットレーンのシバーナは我関せずインヒビターを殴っています。今イズリエルが素晴らしいプレーをしましたね。寄ろうとしてたアーリをポークでヘルス削って一気に倒しきりました。ただし、いや、折り切ってウルト、いやー、このソーメール、いや、フィールまで使いましたか。イズリアルギリギリノーダウン。ただしボットのインヒビター、ただしそうですね、シャットダウンは起きませんでしたが、しっかりとゴールド得られた。ただし1万3000ゴールド差なんですよね。ようやくバンプリクセプターライフスティールが変えましたが、ただしまだジンクスは変えていない。そしてセジワニがオーメンができている。はい、終わらせたいですね。これは確実に取りたいですね。スレッシュを狙っていく。ランタンが怖い。ランタンフットスは怖い。ダブラクシーですね。さあ、ついていったランタン、セジュアにものすごい距離を、ただ EQ があります。さあフラッシン、スレッシュ、これは逃がすつもりはない。グローリーを発動させてスローを展開している。ジンクスを狙ってますか。さあ後ろからシバーナ、さあジンクスが捕まった。ここでダウン。さあランタンで呼び込んで、イコライザーも打ってからジャーバンのウルト囲んではいますが、ランブルが一イズリアルがシビル落とし切ったんですが、またしてもスレッシュのフックで動けない。そしてきっちりイズリアルを落としていく。ランブルも1キルは拾いましたが、この2人の短期性能、先ほどからアーリが参加できてないんですよね。ただそれでも 3v3、 はい、いやー、これネクサスタワー割れそうですよ。ここですね、イズリアル素晴らしいですね、このピックアップ。画面外でしたね。先ほどもそのトップのサードタワー前のところで同じような動きがあったと思うんです。イズリアルがアーリを倒した。返そうと思えば HR しっかりと準備をできれば返せるのかもしれませんが、このシバナですよね、問題は。アーリではなく、はい、シバナが問題です。どう倒しますか、この装備のシバナを。本当になんかドラゴンって感じです。そうですね。あのシーズン5は始まった当初の非常に強力だったドラゴン、あのそれを回答ができないバージョンみたいな感じになってますね、はい、これでもし多め持ったらものすごくなりますよ。今ベルト購入してたので、はい、本当にマジクレジット積まないんですね。ソラリ1枚でいいと。セジオニもちょっとその芝菜の近くに常にいるかというとそういうわけではないですよね、はい、勝手に。ですからソラリのマジクレジット上昇も手に入らない場合もあるとありますいう感じもしますが、ただジンクスさえ落とすのがもう仕事なんでしょうね。そういうことでしょうね。それに対して HR どのように対応するのか。シバナがボットレーンで悠々とテレポートないのにもかかわらず、テレショットからああアーリがまだ来てないですかね。ちょっと無理はしてないですが、ここですよね、ここですよね、これです。いや、ライフ減ってますよ、イズリアルの方が減ってますよ。逃げざるを得ない。うーわ、5割強飛びましたね、はい、今のソンメイルとスマイト打ってませんから、赤スマイト打ってないですから今の。ブレードオブザレンドキングのアクリも使ってませんでしたね、はい、ピックアップしました。あー、さあピックアップしばなが来ますよ。モルガナが捕まって、セージュアニー、これはフラッシュアウトを選択したのはジャーバン。さあ、しばなウルトで前に出ようというところですが、うまく壁を使ってジャーバンを逃げていく。さあ、そしてウルトを張って、ランブルのイコライザー、いい形だ。シビルがこれは完璧にゾーニングされている。タワーダメージが
ありますが、それでもドットシバーナ1キル拾い切った。そしてジンクスも1キル取ってパッシブ発動して逃げようとしますが、アーリのウルトからは逃げられない。トゥルーショットパラージでミニオン処理しながらダメージ与えている。2-3対決だが、このシバーナが、このシバーナがどうしようもない。イズリアルは逃げざるを得ない。さあダメージを出したい、ランブルでなんとかして削りたい。さあシビルはスペルシールド張りましたが、スローは一発入っている。さあセジワニがノックアップしたが、ここにもモルガナが間に合ったが、逃げ切れる。いやー、シバナのダメージ、イズリアルはただセジワニを落とし切りましたが、ここでランブルもダウン。シビルがトリプルキルを達成するか、いやフラッシュアウト。シバナがこのライフで生き残っています。強いです。おっとウルトがメガネスロケット当たるぞ。いやー硬い。最大ダメージが出る形になってたと思います。なおかつヘルスが削れていることからも、ほぼジンクスマックスダメージのウルトのダメージが入ったと思うんですが、いや思わずダブってしまいました。ダブりましたね。ここランブルのウルト非常に良かったですよね。良かったですね。ここもしっかりと返しましたが、この後のアーリが素晴らしいですね。死にながらもジンクスを落としたことが非常に大きかった。これは触れないでしょうね、 HR。 いやー触れないでしょうね。ただ触りに行きますよ。もう行くしかないという判断。ワード置いた。いやドーニングできてますね。ランブルのイコライザーで取ろうということですが、そこを展開して当たりに行ったジャーマンノルトで3人囲んでいる。さあただイコライザーがここにはないんです。ここには打てていない。ジンクスがフリーで殴れてはいますが硬いんです。さあ 5-0 か、いや4-1キル4エース、1キル4エース、さらにバロンバフ、本当にドラゴンって形ですねこの千葉な。ヘルスが8割残っている。さあセミファイナル ITZVSHR BO5 制したのは ITZ となりました。ファイナル進出です。どうしようもなかったですね HR。 途中のピック2回でゲームの流れを引き戻そうとしつつはありましたが、重要だったのはアーリでもシビルでもなく、はい、シバナでしたね、はい、いやでもようやくちょっとこの IWCA でテレポートスマイトのシバナの本当の強さみたいなのを出ましたね、見れたかなという感じもしてちょっと嬉しいですね。いや今日のソロ級はちょっと多いんじゃないですか、ね、これからどっちか。今ちょうど NA はゴールデンタイムでもありますからね。ちょっと芝の野郎っていう、はい、方もいらっしゃるのではないでしょうか、はい、それでは次のゲームが、もう1試合ですか、はい、BO5 の方ありますね。本日、セミファイナル BKT vs BJK ですね。次のゲーム、準備が整うまでしばらくお待ちください。